はーい、どうすけです。スーパーマリオメーカー2オンライン対戦やっていきたいと思います。みんなでバトルのマッチングをしています。しばらくお待ちください。クレバース。クレバースです。これ確か裏技あるような、なんかな、人が滑ってきたところに待つみたいな。そういう悪技もあったと思うんですけどね。まあ、とりあえず見ていきましょうか。なんかいきなりからもうここで居座ってみたいなできるような、これほら、こういうとこ居座って、いきなりここで居座ってなんかチャンスあったりするからね。おっしゃ、サンキュー。やったー、マリオ行ってくれた。よっしゃ、マリオという道連れで、ショートカット成功。やったー。で、予備のヘルメットを持っていこう。でかい。青いとついに負けを悟ったな。やったー、入ってるから。マリオをね、氷投げつけて、タクを通しましたね、ショートカットという。ふっ。よっしゃー、やったー。バリ嬉しい。マリオありがとう。マリオありがとうは、ウギグシャンシャーン。ありがとう、ヨンシャイン。空港ピース。インタレスティング、インタレスティングですね。ちょっと興味深いんですけどね。ここ入っていきましょうか。おそらくやったことあるんじゃないかなっていうね。あ、間違えた。くそー、自分は青い人と間違えた。最悪や。でもまだチャンスあるわ。キャラ間違いや。なんだ、ひっつかれたらキャラ間違うよな、普通に考えて。わざとそういう罠にかけたんか。あ、でもこのコース結構難しかったと思うで。そうそうそう。これね、パックにめちゃくちゃ当たんのよ。だからめっちゃむずいねん。普通に。うわぁ、嫌やな。ほ、おい、おいと。危ない、危ない。危ない。これワインでも取った方がいいぞ、絶対。いやぁ、キラブレ来た。やばい、アタックされるー。さあ、みんな気絶してんじゃん。全気絶、全気絶、全気絶で。で、マリオギブアップやから。一番いい展開や、これ。一番美味しいとこ。これ慎重に行った方がいいかな。キノコ残しとこう。前期でやつやから。ほっ。あのキラープレイ食らったものの耐えるというね。耐えるというか、前期でしてくれたんでね。うわ、やばい。捨てよう。さあ、これによってフラワー召喚。ルイージが追走ですね。ただ、リョウスケゲームと名乗り上げていく。いいよ。で、このコース結構難しかったからな、ほんまに。バリ難かった印象あるから。なんか、またツタのとこ来んねん、これ。で、ここ下行ったらね、罠なんですよ。ほら、行きやっぱあるだけやね。俺、あそこで何回やられたか。なあ、普通一回やのにさ、俺バカやから何回もあそこでやられてるからね。最高。あそこ下行って、あーみたいな、行きやっぱだけかいみたいなのを何回もやるっていう。最高。ほい。うわー、ちょっと待って待って待って。はー、ですね。これはどっちやろ、上かな、上で右やったと思うねんな。オッケー、ただ、どうしよう。慎重に行かないと。結構ほら、敵だらけやから。ほ、いいよ。おー。なんか綺麗に見えるような、パックンって色合い綺麗よな、なんかこうやって見てると。結構いやらしいイメージあるけど。なあ、綺麗なお花っていう印象はあるな。こうやってゆっくり、ゆっくりよく見てみるとね。ほ、よし、通っていきましょうか。あ、これやんか。マリオワールドの、名前いつも忘れるやつね。サイ4匹みたいなあれやんな。原作で、スーパーファミコンのやつ。名前どう考えても思い出せませんけど。あ、こういうコースやったんか、おもろいな。ワールドにキャソー、ワールドにのキャッスルステージですね。スタート、よいしょー。さあ、ファイヤー吹くんちゃうか、大丈夫か、ボー言うてるぞ。どうする、この子ちゃん、あの土管は違うんか。ほっ。さあ、すごい戦い。おらー、足の速さ対決になりそう。わー、もう中間取れなかったけど、もう知らねえ。いけ、あー、くそ、この子ちゃん、マグマに落としたかったな、今のヒップドロップで。これ危ない。この子ちゃん、よく耐えたな。ほっ。わー、こー、猫ちゃーん、立ちと言いたい。危なかったな。まだワンチャンあるかもしれん。よう耐えた、今の。今の耐えたことによって、まだワンチャン繋いだ。ほっ。パン、パン。でも、もう終わりかな。ボス戦来い。ふっ。来た、アコー無償降臨、やりました。うわー、ベルダンディか。オッケー。ベルダンディっていうのは実はパズドラのキャラなんですけどね、自然文明言うんですかね。自然文明はデュエマやな。意味わからへんな。パズドラ俺めっちゃやってましたからね。あ、なんて言うんだっけな、光とかさ、木って言うんですね。木属性やな、多分な。うん。自然文明は違いますから。お、うわ、やい、生キラプレイか、いたずら好きか。うわー、
一番超上空。始まりますよ。スタートビングです。行きましょう。勝とうぜ。登りしてきた。得意です。ほ。名乗り上げていきたいが、ほ、巻きで行っといて、間に調整し、ルイージが上手すぎる。なぜだ。このスピードに適応できる人間がいるだと。ほ。大丈夫そうやな。ほ、一気に浮上。間、合わせに行きます。ほ。しっかり慎重に。抜かされないように、ルイージたちは、これルート次第ではあれやな。あ、なんか難しいルートもあるみたい。難易度が変わってきそうやな。いい足ですよ。ほ。スパン。お、ちょっと難しめに作ってくれてるね、コースを。ありがとうございます。こうやって面白いコース作ってくれてますもんね。こういうの好きやね。はぁ、よっしゃー、キョー。さあ、皆さん来ましたね。はい、ゴリン。クッパの逆襲。さあ、これはまあ、上のクラウン乗らなくてもいいかな。フラワーは欲しいの、とりあえず。フラワー取った上で、しゃがみジャンプ入れて、前晴れたら OK かな。ほ、晴れなかった。やばい、やばい、やばい。負ける。ふっ。とりあえず前行きたい。ほっ。よし、なんとか行った。よし、子猫ちゃん。子猫ちゃーん。わー、そこ入ればゴールなんちゃん。子猫ちゃん、トラン取ってくれー。外れのか。よし、あそこ、よし、積んだ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 。積みましたね。ほっ。あとは子猫ちゃんあそこ入られへんから、ごめんやけど俺が引き継ぐわ。ほっ。子猫ちゃんそれ積んだでしょ。当たりの鍵の部屋を破壊したもんね、あなたは。終わりですよ、それ。すなわち、じゃあな。鍵もう一個あんのか。これが鍵持ってたりして、鍵持っといてくれ。あかんか。落ちたー、生沈み。さあ、みんなでやり直し成立しましたね。行きましょう。スタートー。前張り大事よ。ほい。せーの、鍵が誰かに渡れるんですからね。それが大事で、鍵あった、鍵あった、鍵あった。これ大事。めちゃめちゃ大事。よし、行こう。で、これで足場作ります。ここで、これ足場作って、ほ。で、これでゴール。よし、勝った。オッケー。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。できるかな？できるかなですね。スタート。まずこの、これを取らないとあかんな。てか、頭がしするやろ、あいつら。言ったろ、俺も。頭がりやろ、どうせ狙いは。で、俺の頭ツルツルやからな、ごめんやけど。頭ツルツルやから頭借りられねえんだよ、俺はよ。ごめんやけど、マリオ。ほっ。よし、取ったー。しゃあ、オッケー、オッケー、うわ、うぅ、シャンシャーン。頭がツルツルだ、シャンシャーン。ピース。ヒキー。ヒキーですね。まあ、これは、扉ダイレクト開通狙うか。いや、もうな、もう無理やな。行こう。ワンチャン。よし、扉ダイレクト開通。あー、時間通時間無理やった。もう、ふざけんな。ジャンプトゥーザスカイ。ジャンプトゥーザスカイですね。スタート。しゃがみジャンプ軸で行きましょうか。ほ、オッケー、しゃがみジャンプ軸で。全員跳ね伸ばしたな。弾き飛ばしたと言った。ほいでしょうかねー。よーし、ジャンプトゥーやぞ。しっかりこな。モグラ気をつけて。マリオすごい追い上げ。ちょっと怖いね。しゃがみジャンプ、しゃがみジャンプ入らんかったけど、タックル入ったわ。ゴール来い。よっしゃー。俺としてははちゃめちゃ嬉しいよね。ワールド一郎に、ワイルドな1の2、これ洞窟生ですよ。スタート。マリオに畑落とされたの痛い。急ごう。さあ、キラブレ用意。なるほど。うわ、キラブレ用意やな、完全に。さあ、俺はスムーズに入っていきたい。そういう意志を持ってやってますが。ほっ、マリオを抜かしていく。ほっ。どう捕まえる、ルイージを。パックン危なかった。だが、高さ的にパックンをケアしていたので大丈夫。パックンケアできます。ほっ、いいよ。ルイージ。あんた、俺の圧かけろに耐えられるのか。見せておくれよ。君のレーシング展開。技術ってもんよ。ほっ。うまいな。ほっ。ほっ。よーし。
オッケー、通したった。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。